めっちゃ横にしたいんだけど、こっちすごい映り悪いからめちゃくちゃ横にしたいんだけど、なんででしょう、なんでだろう、本当になんでよ、ちょっとこれおかしいね。あなちゃんもいじめせよ、さらな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 、グレーなものが見える、グレーなものが盛大に見えるよね。なんかちょっと合成感強すぎない？全然合成じゃないんだけど、背景の合成感がすごい。大丈夫そう最近の流行り言葉、大丈夫そう、大丈夫じゃないけどね。ダダダダダダ、明日は朝、昼間、朝、あ、そう、三ツ矢さん今日ね友達と結局遊ばなかったんですよ。なんか一人の子がダメになっちゃって、まあなら本当は4人で遊ぶ予定だったんですけど、一人の子がダメになっちゃって、まあならな、まあ3人で三ツ矢サイダーチャレンジするより4人でやったが楽しいなと思って、まあならあらもう宿題やらないかんし、またにするわって言って、今日はずっと家にいました本当にもう家から出たすぎてずっとぐずってた。そう、 CG の部屋めっちゃ残念だよね。最高のメロの写真もなし、くれないんだよ本当に。なんでだと思う？メロン嫌われてる？本当に。なんだろうね。まああとあの宿題数学だけになったんですよ。でもなんかあの豆苗の観察の宿題もあるらしくって、でも最後の方は技術の授業はなんで全く受け入れてなくて、みんなが何の宿題が出るかとかもさっぱりわかんないんですよ。なんか紙レポートみたいなやつがあるらしいんですけど、なんか、まあ、それももらってないし、まあやんなくていいのかなって勝手に思ってるけど、でなんかそれを育てなきゃいけなかったらしいんですけど、家に持って帰ってきた瞬間豆苗すぐ枯れちゃって、だからまあ観察しようにないんですけど、なんかそうちょっと豆苗の宿題やばいなって感じ。牛ありがとうございます。本当に夜友達と花火したい、じゃあ本当は夜遊びたいねって話だったんですけど、さすがに夜は危ない。今流行ってるじゃないですか、あのシャボン玉やるやつ、あれ本当にやりたいんですよな。まあでも家で一人でやっても楽しくないなと思って、あのシャボン玉のエモエモ写真をどうしても撮りたいんですけど、本当に。で豆苗も写真を撮んなきゃいけないみたいな、それでなんか何の料理にしたかも写真を撮って提出あみたいな感じだと思う。本当に宿題がどういう宿題なのか本当に知らないから、本当に知らないんですけど買うしか、なんか本当にどういう宿題なんだろうね、それすらも分かってないから大丈夫かな。髪型ね、ここ両方でくるりんぱしてる、最近よく見るこの髪型。そう、なかなかめんどくさい宿題でしょ、こんな短期間にね、そんなめんどくさい宿題出さなくてもね。本当に信号のない十字路、でも本当に三ツ矢サイダーの今年の夏やりたいのは三ツ矢サイダーチャレンジと、あのシャボン玉 TikTok で超流行ったエモエモのやつ、本当に。牛ありがとうございます。三ツ矢サイダーチャレンジ、まあやるときにお楽しみにしててください。チャレンジ系多いの、じゃあ本当に嫌な、あのシャボン玉のさ今年流行ったやつやりたいんですよね。本当に浴衣着て友達とやりたい。まあでも夜遊ぶのは怒られるだろうな、不可能だと思う杉山家は杉山家は多分ダメだと思う。流行りにはとりあえず乗っかるタイプ、なんか流行りでも気にならないやつは乗っかんないけど、めちゃくちゃあ本当にあれはめちゃくちゃやりたくて、おしゆきさんもやってましたよね TikTok で。やったービビッときたよ君のイメージ金木星よ
り今です妄想しちゃうなんてバカね。夏の終わりの初夏の気温は遠くに気持ちを乗せた最高&最高タラ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 タンタタンタンタン。最近中学生なんかなんだろうね。前輪アナ入れとらんけど、前輪と前輪怖いよね。でもちょっとアナのは入れてないし誰とも交換してないけど、前輪をやってる子多い。まあ前輪と、あでも前輪はちょい古いのかな。なんだろうね、前輪と、ああの色付きわらび餅、あの前輪とは位置情報サイト、位置情報共有みたいなやつです。みおちゃんとやってるって言ってたやつ、あのあ前輪じゃないかな、あれあれわかんないけど、色付きわらび餅はなんかかき氷シロップにわらび餅を浸してカラフルにめっちゃ綺麗みたいなやつ。前輪違う、前輪前輪、そうそうそう、友達と位置情報を共有するやつ。そうそれ、それがインスタ映えするんですよ。あ前輪じゃないよ、わらび餅。あとは個人的には幸せのパンケーキを早く作りたいっていうすごい思いが強いんですけど、あの分厚いパンケーキ、あの卵黄と卵白で分けて卵白を使って泡立ててやるパンケーキを作りたいのと、あと何が流行ってんだろうね、そのシャボン玉を真夜中にやってフラッシュで写真撮るってやつと、あとは何だろう、あのでもあのオレオチーズケーキとかめっちゃ流行りましたよね。あれ流行った、あーしびれてきたって中学生の流行りに出てたっけ。最近中学生流行っとる、あー夏休みじゃないな多分、色付きわらび餅調べたけどめっちゃ綺麗だっただよね。でもあれ2時間ぐらい浸しとかないかんらしいですよ。あでもワンちゃん4時間っていう説も聞いたことあるなんか1時間でレシピはやってたらしいけど、もうなんかまだ真っさらだったらしくて、でも考えてみて あのかき氷シロップに浸すらしいんですよ大体。まあ絵の具とかでも見た目だったらいいのかも。あ食べれんな淡々ちょっとしらけすぎちゃってる、あいつらマジで脱力ボーイ。そう本当は今日それを踊ろうと思ってあの録音したんですよ。でもこっちの携帯で録音してて、そう思えばこっちの携帯に映してなかったということでダメだった大人になんかなりたくないよこのままがいい。あそうアーカイブでとりあえず見てください、アーカイブで見てください。アランがどこをし、あ定点見れ、あ違うアーカイブ定点見れないか、あれアーカイブって定点見れる、プリンストンディスターダーリン今夜だけダーリン。テーテー見れないって、おじゃあ超アナンがバリバリ、テーテー見れないんだ。ラブリンチョいっぱいありがとうございます。あなたを邪魔しないでダーリン、見てください。テーテーライブだけだって、あならライブで定点見た方がいいんだ。なるほど。青い海むなさわぎ涙あたあと三つ目あまなたしほとされるか、超足がしびれて感覚がないよこの振り難しすぎて超絶苦戦したとても大変ここもリカちゃんと合わせるの苦戦知ったよ知らないあなた
灼熱の太陽を連れその全て燃えるように愛しさを貸す間違えた、歌詞忘れた、忘れてたら、あー大丈夫ってぐらい足がすごいんだけど大丈夫かな。あの愛の見返りがあのもうリカちゃんとシンメなんですけど、ね、もうすごい超苦戦して2人ともアダンが早撮りでリカちゃんがその時が遅撮りだったからもうなんかアダンがあっやっぱ愛のみかってぐらいでアダンがついててリカちゃんが愛のみかえりこれぐらいについててもう2人ともの差がもう逆にこれで合ってるんじゃないってぐらいもう差がすごくてすごい苦戦したんですけど本番は多分できたかな。定点で見ないとそこは分かんない。禁じられた動物園混ざったユニットやりたいけどね。ありえない青いバラブルーローザーやるのは夢でもあのユニットさん3つともやりたい全部やりたいよね。ブルーローズ禁じられた2人雨の動物園皆さんこんにちは SKE48 研究あなたブルーローズ似合いそうだって意外シンデレラシンデレラは騙されない磨きより長く生きたろうさよならだけが人生なんだっていつか誰かが言ってたけど禁じられた2人はミレイちゃんとやりたいですミレイちゃんと禁じられた2人できる時っていつか来んのかなってぐらいそれだけじゃ知り合った意味がないね人は何度も出会いと別れを繰り返してる旅人だよ思い出と道しるべ手に入れてるいったやばいよちょっと待ってね人生初のしびれ感ねえこんなに悲しこんなになってそんなになっておつもこさんが中3でやってたってえじゃあワンチャンいけるじゃん林さんと杉山さんで悲しい夢で私を見つめないでよ笑顔を見せてアナちゃんの笑顔聞きたい You can see that the moon is at the full It's beautiful Can I ask you Would you like chocolate syrup please? Anything else? No, not on ガチで本番これでいきそうで怖いねもうあそこはもうみずきちゃんっていうもうあやばいやばいみずきちゃんがもう決定戦みたいなとこあるからねぬんだいって入り出してほしいガラスの中はここめっちゃ苦戦しためっちゃあと台風部が近づいたあの夜の出来がめっちゃ苦戦したでも一っ苦戦したのは多分フシララのこのステップも難しさ肩上げずに腰から行くっていうめっちゃ難しい苦戦した唇がダランダンダンっていうここの移動が 3.5 からじゃあ7から 3.5 まで移動しなきゃいけなくてあのめっちゃ苦戦したアナンの歩幅と全然合わなくてステップもむずいけど移動も超多いからめっちゃ苦戦したダンダランダンダランダ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 ランダ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 ン愛の見返りそうなんだよポジションを数字で語るとプロっぽい一応プロ全然全然最近ちょっと意味がわからないグループが一つできて3人グループなんですけど LINE のグループでそれがあの面白すぎてあの先輩も苦戦してた苦戦しあれ難しいですよねやっぱりよかった
あれ本当に難しくってめっちゃ苦戦した。なんかいつできあれできてるって言わないけど、まあ形にはなってるよみたいな感じ多分。そうなんだよ。360あれ3336だった。それなんて言った今。336日か。ありがとうございます。ダーリン今夜だけ、ダーリン独り占め、誰よりも愛してるあなたを。あの中で一番好きな曲は何ですか？多分みんな花火って言うと思う。僕のおちゃんぎ。はい、ということでこの授業終わります。ありがとうございました。はい、ということで次の曲を聴いてください。僕の打ち上げ花火。あ、ここ夜のフリーウェイ、雨を弾いてるワイパーガン、ほらプロペラがね。日付だって。愛の日付はエスケープのこことかめっちゃ合わせるのが頑張った。ここエスケープ、ズン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 でずらしてるんですよ。ズン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 、クラクション鳴らしても理解はされない。日付が人気。ズン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 、今日と明日の間で、振りかっこいい。でもここタランタ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 ン、あの後ろ組がこっちやんない、こっちやんない組が結構苦戦する。あのタタラタンタタ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 君星の、あのなんていうの、中サビってかイントロみたいな、トゥルントゥルントゥーン、トゥルン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 とかが一番揃ってる。めっちゃみんなで合わせた。ここはナイキって言って合わせた。強さを持てきらめく可能性が見えるはずさ、空のその広さだけトライできるよ、未来を目指せ。見てみてください。ポイント、青春ガールズからポイントを言っていくと、アーカイブを見る方のためにポイントを言っていくと、青春ガールズはまあ、とりあえず全力元気でやってる。でその次のビーチサンダルが超絶辛いけどみんな頑張ってる。なんだろう、AB メロは抑えてて、あのサビのもどうもだちのままでバスに登ってたらを全力でやってる。今年も一緒にだんだんあの海に行けた。ここを全員で合わせた。結構一人きりさまでだんだんいいやつ。あで個人的の見どころは、台風が近づいたあの夜の出来事が頑張ったから、そこを見てください。あとは島こぼすのに鍵をかけてたのみきちゃんとみおちゃんが可愛いから注目。あと青春ガールズのみみきの死んだらどうなんですか、それでも電車続くんだが可愛いから注目。タラタランタラタタランタランタランタン。あとは君星はそのイントロのナイキと心の中で123タランタランタンタン、123タランタランタンタン、123とかってやってるから、そこを注目ね。次なんだ、フシララ。フシララの夏は
うん、そのあおい海のそこのステップと、あの最初のテンテクテテンテンテレンテンテンテクテテンテンテレテテンテンテレンテンテレンテ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 レンテンテレンテンをめっちゃ綺麗に合ってたからそこも注目。あとは最後のテレレンテレンかな。でその次のドンドリスタイルで一気に表情が変わる。チチチンチリンワリンワリンリンワリンワリンってなるのがポイントです。でその次リンワリンワリンワリン、あで、あのうんと1サビのプリソディスターアップの次の邪魔しないでがアナンとミレイちゃんが歌われなんですけど、そこでもうあの子供組と年長組ってかで分かれるんでしょ。後ろ4人前2人で分かれるから、そこのいってらっしゃいのところが超見どころ。ね、次がバージンか。バージンは最初のミオちゃんとアナンのところあれも入るタイミングめちゃくちゃ分かんなくて、もうダンダランダダダンダダダンダンダダダンってなるからあそこ難しかった。いつも 1.5 に立ってて本当は2なのに一回後ろ下がるとこがあるんですけど、だいたいみずきちゃんとぶつかりそうになってて危なかったけど、本番はよくできた。ぐらいかな。うん、早く誰か奪って、あ、じゃあイントロ、テン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 テルンテルテルンテルテテン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 テルンテルテテンテルテテンテンテルテンテルテンテルテンテンテンテルテルテン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 テルテン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 テルテテンテルテテルテテンかな。次日付、日付変更戦は夜のフリーウェイ雨をはじいたくワイパーと、あとはああ雨のエスケープチャン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 が綺麗に合ってると思う。そこかな。あとはあとはどこだろうな、どこだろうな、あとは最後最後最後、あの最後のあの両端に歩いていくと分かれるとこなんですけど、そこが超綺麗に振り向くときにもうみんなの髪がファッて見えるっていう、本当にめっちゃ綺麗だから、あのそこを見てほしいですね。で、イエーイって言って、その時の2回目の MC がめっちゃカオスで面白いので見ていただきたいです。で、打ち上げ花火は、打ち上げ花火はそんな見どころっていうか、なんだろう、そういう曲ですね。うん、まあ浴衣を見てください。これかな。で、約束よ。約束よは、イントロ、イントロってどこだ？イントロっていつも言ってるけど、なんか全員で動物のポーズをしたところがあるので、それを本当は戦隊ポーズにしてたんですけど、ちょっともうあのリハですごい恥ずかしい思いをしたんですよ。私たちはリハの前日にそこ何にしようってみんなで考えてて、あ、戦隊ものいいんじゃないみたいな、ちょっと笑いを取りに行ったんですよ。そしたら、そしてめっちゃみんなに考えたんですよ。調べて、あ、じゃあなんこれねみたいな、あ、じゃあこれねみたいな、みんなでめっちゃ考えたのに、考えたんですけど、でもその次が通しリハみたいな感じでやった時になんかもう絶対もう笑っちゃダメだよみたいな、超真顔でやろうねみたいなそれであの先生たちの前でやったら、それでも笑ってもらえたらよかったんですけど、あの笑ってももらえなくてな何みたいな、いきなり何みたいなもう私たち大爆笑本当に面白いよ。
あのメンバー本当に面白い、本当に面白くて、あの先生たち、先生たちじゃない、6人。なんかあそこは一人一人の自己紹介し、曲に合ってないみたいな、まあ確かに曲には合ってないなみたいなで結局動物のポーズにしたら、まあそれでも大丈夫なのかなみたいな感じでやったら、普通に何にも触れられなくて、もあれやったらね、多分もうあれをやってたら本当にすごくなってたと思う。一人見からこん本当に面白い。で、あのやれなかったから写真に収めました。あの写真めっちゃいい写真だよね。もう全員のさ良さが引き立ってる。え、もう58分だって。はい、あれ本当にいいですよね。じゃあ先に挨拶をしておきましょう。見てくださった1985人の方ありがとうございます。コメントしてくださった方ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございます。じゃあ終わるときに終わりたいと思います。ありえない青いバラみたいに、タンタタンタタンタタタタタン、アーカイブを、アーカイブ、アーガイブ、アー、もう今日友達がさセミの抜け殻をいっぱい集めて並べてる写真が送られてきて、もうやめてってすごい思ったアーカイブだった、アーカイブだった。そうで、もうなんか夜中にそのめっちゃ話変わる、その LINE グループ3人のグループが夜に動き出すんですよ。だいたい11時ぐらいからかな、夜に動き出して、それが面白くて、もう寝れなくて寝れなくて寝れなくて、面白すぎて面白すぎて面白すぎて面白いです。今度はアーカイブ見ながら配信してるし、やりたいねそれ。いや多分なんか自分の許可じゃやってダメなやつだよね。ジン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 。ありがとうございました。あ、ほんと、あ、時間見れるじゃん。ほんとや、縦だから見れるんだわ。手に取れ、ありがとうございました。